はい今回は動画講座構成テンプレートというものについて解説をしていきます動画講座っていうものはどういうところに使うかっていうともう多くは無料オファーのところですよねまずは無料でこういった動画講座を見てもらってその次に本当に売りたい商品を案内していく有料の商品を案内していく ということで、まあ、無料、動画講座とということで、まあ、無料有料に限らず動画講座の方というものがありますのでこちら参考にしていただければと思うんですけれども基本的には使いやすいのはまずは無料でこういった動画講座を渡してその次に本当に売った商品を売っていくという流れが、ね、スムーズかと思いますのでぜひこの動画講座混成テンプレートを参考にしてみてくださいで。動画講座を作っていく時の2つのポイントがあります。 当然なんですけども、視聴者ですよね。例えば、この動画講座に申し込んだ人、メールアドレスを登録してくれて、申し込んだ人が、まあ、役に立つなと。すごいね、参考になったなって思ってもらえる、有益な情報を提供するっていうのが前提にあります。これがもちろん前提です。で、その上でなんですけども、この二つをしっかり提供してあげてください。まず、問題点の明確化ということですね。問題点の明確化。 動画構成申し込んだということは、そういった関連、そういった業界の情報とか、まあその人の背景があるわけですよ。申し込んだって理由があるわけなので、その裏には何かしらのフラストレーションとか、何かしらの課題、悩みがあると思いますので、その問題点を明確化してあげてください。で、二つ目が判断基準の提供ですね。でも判断基準ってよく使われる言葉なんですけれども、まあ、ざっくりどういう、どういうことかというと、 ここを見ればね、あなたの商売とかあなたのビジネス、ここを見ればうまくいってるかどうかわかりますよとか、ここのポイントを確認すれば成功するのか失敗するのか一目瞭然ですねっていう風な、プロから見ると当たり前なんだけど、素人からするとよくわからないポイントをしっかり言い当ててあげるってことですね。一つの基準になるわけです。例えばこの数値を見ればいいのか悪いのかわかりますよっていうのも一つの,あの判断基準ですよね。なので、 二つあります。問題点を明確化してあげる。で、判断記事を提供してあげる。この二つを、もちろん有益な情報を与えつつも、動画講座でやってください。非常に重要な二つのポイントになります。では、ということで、どういうふうな順番で動画講座を展開していったらいいのかっていうテンプレートはこちらになります。0から始まって5。合計6つですよね。で、あるわけなんですけども、0から5。この順番で基本形として、 まずは作ってみててみくださいい動画講座テンプレートを解説していきますますず1つ目ですね。まあ、だ0回なんですけども、ここでは何をするか、よくね、自動返信メールなんかにくっつけてあげればいいかなと思うんですが、まず0つ目は、自己紹介とベネフィットを動画の中で言ってあげてください。誰がね、提供するのかっていうのはとても大切なわけですよね。誰なのかと。で、この動画講座で話す権利があるのかってことですね。 テーマについて話す権利がある、信頼があることが前提じゃないと、この先聞いてもらえませんので、例えばプロフィールとかね、よくヒーローズジャーニーって言いますが、その人がね、体験してきた失敗談、苦労っていうものから、今こういったね、成功があるんですよ。こういったいい体験ができているんですよ。 というね、こういった成果を出しているんですよというところのストーリーでね、話してあげると、あ自分にも、ね、できるかなとかね、この人の話だったら聞いてみ,みたいなというね、信頼っていうのが生まれますので、自己紹介をまずしてあげてください。で、ま、ただね、自己紹介するだけだと、もちろんね、申し込んだメリットというのを感じにくくなってしまいますので、動画講座、こちら全部見ることで、こういう状態になれますよとか、いわゆるベネフィットですよね。 どういうものが手に入って、どういう、例えばね、課題がスッキリするのか、あるいは考え方が身につくのか、あとはできなかったことができるようになるのか、っていうふうな、ベネフィット、メリットでもいいです。見ることで得られることっていうのを第0回で伝えてあげてください。でそうすると、もちろん自己紹介をね、聞いて、あ、この人だったら話聞いてもいいな、信頼関係作れて、そこからこの動画講座見ると、こういういいことがあるんだなっていう楽しみにね、してもらえますので、自己紹介、ベネフィットが0つ目にあります。 1> で第1回ですね。問題点の明確化プラス共感ということで、視聴者のね、成功とか、そのやりたいことを、まあ、ちょっと拒んでいる何かがあるわけですよ。その壁があるので、それを伝えてあげてくださいですね。実はね、こう,こうやりたいと思っていて、こういうね、未来に行きたいと思ってるんだけども、あなたの問題はここなんですよっていうのを言い当ててくださいってことです。問題点の明確化ですね。で、具体的なケースに沿って明確化しましょうということですね。 例えばね、まあ、悩み。例えば、集客できないんですっていうのが悩みって言っても、例えばね、それだとちょっとざっくりしてるわけですよね。例えば、ブログ記事を書いても集客できないとか、フェイスブックで毎日投稿しても集客できない。あるいは、ダイエットで言えばね、毎日コツコツ運動はしてる。ね、筋トレしてるんだけど、全然痩せないとかね。いうふうに、具体的なケースですよ。る立体的にね、そのケースを想像してあげてください。 で、そこで問題点、こういう時こういうことありますよねっていうふうに共感を誘うわけですね。でも、まあ、寄り添ってあげるイメージですよね。まあ、こういう問題点ありますよね。ではなくて、これ日常のね、生活の中でこういうことってありますよね。と。まあ、共感がやっぱ土台にあるわけですよね。解決の前には、よくコーチングなんかで言いますけども、共感が土台にあるので、こういうことありますよね。で、それはね、言ってるものを聞く悩みをね、明確化してあげてるので、それを共感に乗せて言ってあげるっていうようなイメージになります。 で、2個目ですね。問題の原因と潜入感についてですで。これは簡単ですね。見込み客、それを見ている、動画講座を見ている視聴者が問題解決、ね、その悩みが明確化されているわけなんですけども、それを解決するためにやりがちなことをピックアップしてみてください。例えば、人に相談するとか、本を買うとかですよね。あるいは、ダイエットであればね、食事を制限するとかね。そういったやりがちなこと、これは頭の中。 見込み客の頭の頭中を想像してあげて、あげこういうことやりがちだよねとあそうそうやりがちって思ってもらえるようにこのピックアップをねしてみてください先入観の定義をここの2回目でしてあげますで3つ目ですねそのピックアップした先入観に対して反論をしていくわけなんですけれども例えば今ね先ほど言った例えば食事制限をするとか るいは人に聞くとか本を読むとかね。いろんなこう、ピックアップできるものたくさんあると思うんですよね。解決策にこう、解決策を探し求めて模索している状態なわけです。その時に、まあ、あれもやるよね、これもやるよね、これもやるんだけどっていうことで、でも実はね、先入観に対して反論をここでしてあげるわけですね。例えば実は、それ本を読んでもダメなんだよね。もう直接的には言わなくてもいいんですけども、でも実は本当の 本当の問題点っていうのはここなんですよ、ということを伝えてあげます、ね。その人っていうのは、見込み客とか視聴者っていうのは、例えば人に聞く、ね、本を読む、食事制限をするということで、まあ問題を探しているわけなんだけど、本当の解決策ってそれじゃないよね、と。本当の問題点はここなんだから、なのでこの格好ですね。でも実はそれって、そうやってやり方していると、こういう未来待ってるよとかね。 なので、本当のやり方はこうなんですよって、正しい道に導いてあげるというのが、この反論プラス解決策なんですね。で、いきなりこのですね、解決策を提示しても、あんまり響かないわけですよ。ね。あなたはそれじゃなくて、この絵が本当の解決策なんですよっていうね、頭ごなしに言っても、ね、響かない。こんだけ情報ある中で響かないので、しっかりね、相手が思っている先入観っていうものに反論して、 その反論を実現するのはこの解決策ですよっていうような順番で言ってあげてください。でこの二つ目の先入感に対して反論しっていうところはとても大切になります。その理由を述べた上で、本当の解決策はこれなんだよねということですね。例えばダイエットであれば、食事制限ではないんですよとかね。食事制限じゃなくて、の我慢じゃなくて、体質を、まあ、着々とね、体質を変えていくことなんですよとか、運動じゃなくて、 食事なんですよとか睡眠なんですよとかね先入観を何とかじゃなくて何とかなんですよって言い方をしてあげるとこれがよりね強度が増しますよねそれが反論でその反論を実現する解決策でここはちょっとね考えるのが最初難しいかと思いますけれどもいきなり解決策は定義しないでまあ悩みに交換してあげてその先入観を定義してあげてで反論してあげて理由を述べてあげて解決策は本当はこれなんですよねっていう風うに伝えてあげてください で商品紹介ですね。で、その問題を解決する商品を紹介しますと。これは簡単ですね。もう今ある商品でいいので、その商品を今持っているもの、提供しようとしているものを動画講座のこの4回目で紹介してあげてください。で反論の部分を実現する商品である必要がもちろんありますよねと。さっきもお伝えしましたけれども、やっぱり先入観定義して、それに反論する形でメッセージを言うので、その反論と一貫性がね、商品がなかったら、もちろん売りにくいわけですよ。 売れにくいわけなので、一貫性をちゃんと商品と反論のところで持っていてください。で、そのためにはですね、その先入観のところでとかですね、反論の部分で、商品紹介の前に伏線を貼っておきましょうということですね。なので、これ意識的にやらなくても、先入観を言って、その上で反論を言って理由を言えば、自然とこれ伏線って貼れるので、特に気にしなくてもいいんですがね、このテンプレートに沿ってやってみてください。 で、理念ですよね。理念です。もとても大切なところだと思うんですけど、まあ、先入会に反応行って、商品紹介終わったと。まあ、言ってみればセールスしてるわけですね。4回目でね。で、セールスをして、セールスをし終わって、5回目で、またね、商品の紹介してもいいんですけれども、その時に理念を伝えてあげてください。なんでこういう授業やってんのかな今回なんでこの商品サービスを提供することになったのかなっていうね、裏のね、理念思い。これ、うのう、う的なメッセージですよね。っていうのを伝えてあげてください。 商品哲学とか商品を作った経緯などを直接的に話してあげてください。そうするとですね、なんとなく好きでやっぱ選ばれます。基本的にこんな物余りの時代ではね、まあ、コモディティ化とか言いますけれども、似たような商品がたくさんあるわけですよ。似たような商品がたくさんある中で、頭ちょっと抜きんで、一つね、抜きんでて選んでもらうっていうのはね、これはなかなか、ね、大変なことなんですね。で、これを商品のスペックで勝負すると、なかなか難しい。 なので、商品哲学とか、商品を作った経緯とか、自分の価値観とか、世界観っていうのを伝えてあげると、あ、やっぱね、そういう思いでやってるならここがね、どうせ選ぶならここがいいや、なんとなくいいんだよねっる選ばれるようになるので、しっかりと商品サービスと理念っていうのはしっかりね、こう2つ、二本立てで伝えてあげてください。こちらが動画構成のテンプレートになります。動画講座を作っていく上での一つの型に。 なりますのでしっかり最初はこの順番で是非作ってみてください。